始まるよ。どうも皆さんこんにちは、タレバコウジョのアンデです。今回もストーカー彼女をこちらのゲームで遊んでいきたいと思います。それではスタート。おじゃステージ8、秘密ミッションだって。出た、恐怖のミッション始まったんじゃない。秘密ミッション、出た。彼の部屋で、彼のスマホ見てる。あ、なるほどね、ロックを解除したいわけだ。でももうね、上に答えあるじゃん、パスワードロックの面を忘れないようにってことでしょ。任して、こう、あ、自分ではいじれないんだ。なるほどね。あ、水槽になんか光が入ったぞ。なんかあるか。でも特に何もないよな、今のところ。で、ロック解除は自分では動かせないと。なるほどね。あ、暗くするんじゃない。あ、見て、これだ。いける、今なら。え、これロック解除どうやって動かすの。だから自分の手では動かせないの。え、でもこれでしょ、だから。あ、じゃあタップして動かすんだ。なるほどね。はい、もらった。はい、パスワード開いて、ストア、こっそり GPS。 あ、やばい、バレるバレる。急いで隠れて。どうする、どこに隠れる。あ、なるほど、隠れ場所を探せってこと。ここはベッドよ。よし、いける。さすがに来てすぐベッドの中に隠れることはないから。あ、さあ、ロック解除まで来ました。そしてこっそり GPS をダウンロードします。ここまではいい流れよ。さっきはベッドに隠れたからダメだと思ったね。ここはベッドの下だ。そう、スマホを置いていつものスパイダイ作戦。大丈夫大丈夫。あ、やばいやばい。いや、でも右を向くなよ絶対。よしよしよし、こいつバカだ。右向かないタイプの人間だった。振り向かない。怖っ、これめちゃくちゃ恐怖なんだけど。それじゃあステージ9、守れ逆なんだって。あ、なるほど、もう GPS をつけたから彼がどこにいようが分かるわけだ。守れ逆だ。うわ、こんなおしゃれなバーに来たろ。うわ、だって T シャツもバー仕様だしね。SP だ。彼に近づく人をタップして、びっくりのマークが出たらグラスに要注意。タップで追い返そうだって。なるほど、守ってみせます、彼を。私の愛しの彼は他の女には奪わせないわってことで。さあ来なさい。はい、ブロック。はい、ここから先は行かせませんよ。はい、ブロック。はい、ブロック、すいませんね。彼の前には行かせないわと。はい、行かせません行かせません。怪しいつもなんて売らせませんよと。え、これびっくりって何。え、これ渡ったらどうなるの。あー、やられた。そういうことか、グラスに注意ってそういうことね。なるほどね。 OK、 しっかり守ってるよ、みんな。来た。で、ここここここ守りきる。はい、素晴らしい。グラスも完全防御します。これが SP として性を持った女の運命ってことだよね。はい、守って守って、しっかりここのグラス回避。 OK、 あと3秒。めちゃめちゃモテるやん彼。嘘でしょ、こんなにモテるの。この男、あ、終わった、帰ってった。ただ単にお酒楽しんで帰ってったバーで、かっこよ。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。